サムレーバーンはアメリカ海軍の原子力潜水艦、ジェームズ・マディソン級原子力潜水艦の9番艦。艦名は会員議長を17年間務めたサムレーバーンにちなむ。サムレーバーンの建造は1961年7月20日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1962年12月3日に寄港した。 1963年12月20日に、S.E. バートレー夫人及び、W.A. トーマス夫人によって、命名、浸水し、1964年12月2日に、ブルーハン艦長オリバー・ H. ペリー・ジュニア大佐及び、ゴールドハン艦長ウィリアム・ A. ウィリアムズ賛成中佐の指揮下収益する。サムレーバーンは、最初にブルーハンが乗り組み、続いてゴールドハンと交代し、 大西洋ミサイル試験場でのデモンストレーションと成長巡航を行った後、第18潜水戦隊に加わる。1965年8月に第16潜水戦隊に加わり、スペインのロタを拠点として7回の戦略抑止紹介を行った後、1966年12月にサウスカロライナ州チャールストンで第18潜水戦隊に再び配属される。 1967年には3度の抑止紹介を行い、1968年にも3度の紹介を完了した。1969年は第18潜水船体と共に定期的な活動を行い、12月にニューハンプシャー州ポーツマスでオーバーホールに入る。オーバーホールは1971年5月27日に完了し、サムレーバーンは その後1972年まで東海岸で活動した。コネチカット州クロトンを出港し、チャールストンに到着、長期間の特別任務に出港する。1985年6月10日に海軍は第二次戦略兵器制限交渉に従って弾道ミサイル潜水艦を削減する計画を発表した。サムレーバーンはその中に選ばれ、 1985年9月16日に不活性化された。ミサイル発射管はコンクリートで塞がれ、発射管のハッチは取り外された。サムレイバーンは1989年7月31日に退役し、軽流訓練艦に艦首変更され、艦番号は MTS-635 へ変更された。その後はサウスカロライナ州、 グースクリークのチャールストン海軍兵器施設で訓練艦として4年をきに造船所で有効性試験を受けながら2021年まで運用されていたが2021年4月1日に各燃料を取り出し解体のため引き船に引かれて出発4月3日にはノーフォーク海軍造船所に到着したチャールストン海軍兵器施設では後継の軽流訓練艦として ラホーヤが運用されており、2022年までには、サンフランシスコも改修の上導入される予定である。ありがとうございます。